ツナ重グッド。あと今日はねケーキ、カップケーキ、なんていう瓶ケーキ、いや違うカップ、カップなんよね、プラスチックの瓶みたいなやつに入ったケーキもあって、それはチョコ選んだ。うなぎだったのめっちゃ豪快ね。そう、うなぎか牛タン、うなぎか利久の牛タンかな、まだ食べたことないや。そう、なんか冷蔵庫がセッティングされちゃって、その中にケーキがバッて敷き詰められてました。そうそうそう、あとはね、あ、マグカップももらった。マグカップももらいました。シングルの写真がバーって載ってあるマグカップももらった。そう、牛タンとうなぎがあって、うなぎなんだよ。みんなは今日お昼何食べた？今日の晩ご飯は八宝菜とご飯の、ご飯と大根のお味噌汁。あ、最高、大根のお味噌汁いいね。久しぶりのリップグロス最後の話し会だったから、ん、なんだなんだ、レコード会社さんも、おー、森、大盤振る舞い、大盤振る舞い、なるほどね。お話しありがとう、こちらこそありがとう。お昼はおにぎり2つでした。おいしいよね。こんばんは。今日もいっぱいファンの方が、ファンの皆さんとお話できて、そう、しかも今日はね、特に一人一人の長さがすごい長くてめちゃくちゃ嬉しかったのと、そうね、宮崎に旅行に来て、そこの私が大好きな場所からそう繋いでくれたりとか、お手紙読んでくれたり、全部嬉しかった。うん、一緒に見てる、一緒に見てる友達、バイトの友達、うらんちゃんのお友達、やっほー、お疲れ様だ。バイト嬉しい、ブリしゃぶ食べました、呼んでくれんやったやつ、チキン南蛮食べてきました、嬉しい、そらかつですね、嬉しい。ソーシーさん、あ、秋風さん久しぶり、そうそう、もうめちゃ嬉しかった。そう、一人一人の方がそう長かったりとかね、えめちゃくちゃ嬉しかったよ。そう、かわいい出てるよって、ありがとう。こんばんは。いや当たっちゃったよもんね。確かに。でも中には、今日来てくださったファンの方の中には、そう、サーノンの連は当たらんやったけど他の連は当たっていけたよみたいな方もおったからね。やっぱ自分の一番行きたい連にね当たんなかったりあるよね。晩ご飯はうどん、そうね、リアルお話し会がしあったらあるといいな。オンラインはオンラインでめちゃくちゃ良さがあるし、普段遠征できない方、お仕事の都合とかね、遠征できん方とかはさ、やっぱね、オンラインだったら参加できるけど、なんかリアルとか握手会やったら参加できんよって方さ、やっぱ多いやん。だからね、いいよね。次のシングルは、うん、リアルとオンライン選択性があるといいなってことかな。
たかひろさんってことは待って、昨日のリアルお話かありがとうって、たかちゃんかな、違う、たかちゃん、私が髪型褒めたたかちゃんかな。ヤッホーありがとう、こちらこそ会えて嬉しかった、またぜひ。次の新曲は多分握手会だよって、握手会かな、握手はまだなんやない、リアルお話会が増えるんやない、ヤッピーでヤッピー、直接話せる喜びは何年もなかったから、当たったからに、当たった方は相当嬉しいはず。そうね、確かに3年ぶり、運営さんに言っといてオンラインも継続でって、確かに船に半年いるわさっぴさんはきついよね、リアル、確かに。こんばんは、確かに他にもさ、そういう方いっぱいおるわけやん、なんか例えば病院の夜勤とかね、さあちゃんと直接会っていつか覚えてもらいたい、青いっぱい、お話し会ありがとうって、ありがとう、嬉しい。あれだよね、あのオンラインの名前とショールームの名前違う方おるよね、きっとそういうことは。だよね、確かに須田さんやっちゃったね、確かに。握手より握力勝負したい、負ける自信しかないわ、負ける自信しかない。うん、そう休み、そう休みの人が、そう休みがね、そう不定期の人とか確かに大変。たかちゃんで合ってるかな、違う、そうの握手したい、しよう、ぜひぜひね、握手会あったら真っ先に来てよ。うん、昨日本当に楽しかった、なんかもう本当にあの遠くにいるファンの方に手振ってた感覚とかもなんかめっちゃ懐かしくて楽しかったですね。今日お昼ご飯水辛麺食べました、ソロカツだ、嬉しい、ありがとう。確かに握手したいよね、私こそ負ける気がしない、いや私女の子、まさっぴさん男の子、私の方が勝てる、あ、私の方が負けるって逆無理してまで休むよ、そらそのためならって。確かにみんななんか会場に通うのもさめっちゃ楽しみだったりするやん、そうだよね、それが今ないやもんね。明日から新しい職場なので緊張してます、力丸さん、それはめちゃくちゃ緊張する、でも大丈夫、めっちゃ噛んじゃった、ごめん、力丸さんならできる、うん、応援してるね。直接会ったら沼にはまりそう、沼にはまらせてみせます、うん。自分ショールームしか参加できないけどずっと応援してる、嬉しい、カズトさんありがとう、ありがとう。そらちゃんのサインまだ当たってなかったよね、確かに書いたことないかもしんない、確かに。高千穂ヨーグルト飲んだらそら勝つ、そら勝つです。今日もちなみに朝飲むヨーグルト飲みましたよ。あ、皆さんビスさん読んでくれました？今空の歌握手早くしたい気持ちでいっぱいですって、今日もありがとうね。私もグループお話し会をファンを増やすきっかけになるからもっと開催してほしい、確かに知ってもらうきっかけですよね、確かに。なんかさ17期ちゃんとかなんだっけはさファンミーティングとかでさファンの方に会ってるから、そういう方とか結構多かったからね、覚えてくれるといいな。サラのアバター出ないです、あ、今日フューチャーデーだったりする、今日フューチャーデーですか、最後のオンラインでサイン当たらんとは、確かになんでよ、本当にあんなに来てくれたもんね。直接お話し会絶対行きたいです、絶対次当てて、
もう一度名刺配り直したら、あ、確かに写真も変わったしね。いやあれさ、自撮りを配りたいよね。自撮り配りたくない？うん、宣材写真は漏れないから。昨日のリアルお話か当たったのが奇跡。最高だわ本当に、そうやって言ってくれてありがとう。あ、サーノンに嬉しい嬉しい嬉しい。あ、真似してくれてる。ヨーグルト生活始めました、嬉しい。写真はそのままで、写真あのままはいい、絶対嫌です、絶対嫌です。うん、自撮りの方が漏れるじゃん。うん、そう、昨日もさ、あのファンの方に、ファンの方にというか、そういろんなファンの方に、うん、そんなには言われてないんですけど、数名、そう、写真より実物が可愛いですって言ってくださる方がいて、やっぱそうだよなって思った。うん、だって写真は本当に漏れないんです。うん、名刺終わったし、かい懐かしい、めっちゃ懐かしくない？全力でアピールしてたわ。うん、潜在と雰囲気違くてマジ無理で、初めて見た時びっくりした本当に。そう、なんか潜在写真と全然違くない？私なんか誰っていうような写真になりますよね、あれ。うまく撮れる自信あるってすごい。初めての握手会の名刺ちゃんと撮ってあるって、あ、10枚嬉しい、ありがとう。今髪の毛切りに行く、ツーブロに、あ、今度、いいねいいね。マジ無理、あ、マジ無理ね、マジ無理懐かしい、そうやん、マジ無理じゃん、懐かしい、みつきちゃんマジ無理きっかけよね。嬉しい嬉しい。全然大丈夫。うん、めっちゃ面白い、確かにマジムリの名前的にね、この文章むずいね。今日のトラブルで話す内容全部飛んじゃったって、雰囲気大人になったねって言いたかったのにって今伝えてくれて嬉しいよ。うん、デビューした時のソラノのイメージは可愛いより綺麗でした。そっか、嬉しい。全力で釣ってくるメンバーとそうじゃないメンバーの差がありすぎた握手会、懐かしい。なんか何話せばいいか、そう、なんかすごい緊張しちゃった思い出。あの舞台でサランって小田さんが755上げてて可愛いなってなった、嬉しい、ありがとうだ、見つけてくれて。おでこのイメージ、確かに半分おでこでやってたかもね。うん、いや最初とかやばかった本当に。うん、本気で、うん、うん、変わったわ。私も潜在的にお姉さん系やと思ってたけど、配信見に行ったら可愛い系だった、嬉しい嬉しい、ありがとう。でも今の前髪サラの可愛いです、おでこのイメージある？嘘、待って、おでこのイメージそんなにある？何、おでこで、待って、おでこ全開ではなかったよね、こっからこっちが出てるぐらいやない？確かに、でも初めの47とかそうかもね。 KKB さんのやつ、うん、確かにデコピンしたいって思ったもん。いじめですか？やだ、痛いもん。うん、ピナコとサラノンはおでこの
双子？違うな違うな、双璧双璧双璧。おでこペシペシしたかったもんなって。おでこですか、最近までそうやったやん、1ヶ月前まで。もうさ、前髪ちょっと待って、今日さ、今日の悩み、みんな今日のお悩み相談始める、勝手に。なんか今日ね、前髪本当にやばい、このままでは今日オンライン参加できんって思うくらいに、なんかさ、女の子ならめっちゃわかると思っちゃうけど、たまにさ、前髪アイロンしたらさ、ファッて上に上がっていくことない？ないかな。私はあるんですね。そう、それでサーノンのストレートヘアも好き、嬉しい、ありがとう。あー、あるかもって。そう、あるよね。そう、それに今日なってさ、ホテルでアイロンしたらファッてなって、やばい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 ってなって、ピンで押さえて、で押さえたまんま、帽子をかぶって、帽子たまたま持ってきちゃったから、今回なんか帽子かぶって、移動したんですけど、本気でやばかった。まだ若干上がってるもんね。そうで、なんかちょっと長いからかなって思ったりして、なんか切るか迷ってるんですよ。そう、もうちょっといけるかなって思ったんですけど、いや待って、明日試してからにするわ。うん、でも切ろうと思う、切るかもしんない、1ヶ月前くらいの長さに。やすさんこんばんは。やすさんって昨日のやすさん違うかな、バウリーじゃないよ。サーノン三部、前髪不調により中止ですわ、やめてねってあるかもしんない、割と長く、あ、でも帽子かぶればいけたね。うん、割と長くなってきてるから切るのありだと思った。そうね、切ろっかな。次のシングルからオンラインでなく握手会復帰してほしいってね、本気でそう。お疲れ様んごと、お疲れ様んご。そう、そういう悩み。今日は前髪がめっちゃ上がったんです。なんでやろ、なんやろね、前髪がファッて上がっていくときって、何が悪いんですか前髪不調のため延期。オンライン話かお疲れ様ですって、ありがとう。楽しかったですかって、めっちゃ楽しかった。しかもなんか今日最後やったから、久しぶりのリップグラスの、そうね、めっちゃ楽しかったです。サインもたくさん書きました。うん、届くの待ってて。帽子飛ばされるくらいの強い風でしたね。あ、めっちゃすごかったね今日、九州風やばいかも。寝相じゃない？違う、私ね、寝るときピンで、ピン、肩のつかないピンで、よくメイクのときにつけるピンでね、お風呂上がりは髪の毛乾かしたら横に止めるんよ。そうだから寝相関係ない、本当に。反抗期か、そんな日もあるさ。そう、可愛い私で会いたいじゃん。そうそうそう、そういうこと。帰ってきたよ。ロングヘアももちろん似合うけど、ショートヘアも似合うかもって。ショート似合うかな、分かんない。でもなんかロングの方が似合うってよく言われるから、って言ってもボブ1回しかしたことないんですけどね。今日九州北部で春一番吹いてたみたい。あ、春一番の影響ね。じゃあ飛行機の遅延も春一番だ、きっと。飛行機並みの使用機材到着遅れのため遅延だった。そう、1時間遅延した。現場は剥がされないからお話できるけど、オンラインはブツッて終わってしまう。あ、確かにそういう寂しさはあるね。超とかセカンドかもしれん。もうどういうあれよ。
見えない努力が女子力高って。そう、なんか大変だよ。でも男性も男性で、そっか、寝癖は大変だね。いやでも昨日剥がされてましたよ、はい次ですみたいな。独身アラサーおじさんはどうしたらいいやらって、顔をいじるしかって。そんなことない、親からもらった顔大事にして。今日はどれぐらい配信やる？30分から1時間。1時間ぐらいできるかな。私寝癖つかんからめっちゃ楽。羨ましい、そういうの。女性は大変よって言ったから、いろいろ何サノン可愛い、ありがとう。みつきちゃん今日ももしかして書いてる？剥がしと戦うのも醍醐味よねって。そうですね、今日話してたらサインのことすっかり忘れてた。そうよ、書いた、ちゃんと。おめでとう。なんでバレてんの？だって最高ってきたらさ、もうなんか最近の流れで的に書いてるんかなって思った。でも私が配信してたらみつきちゃん進まんね。最近は男も女性並みに顔の手入れ大変だよ。みんな頑張ってください。前に宮崎空港行った時、九州全体が雪降ってて、乗っていた飛行機も着陸時にめっちゃ揺れた。怖いよねそういうの。そう、最近の流れちゃんと流れ掴んでますよ。剥がしとタイムキーパー懐かしい。確かにタイムキーパーおったわ昨日。握手の時は剥がされないながらも手を握り続けるとか。懐かしいね。懐かしいって言ってもまだ3回しかやったことないよね。剥がしと葛藤してくれるメンバーが懐かしい。確かにいいね。なんか懐かしさが大きいよね。もうパーマかけてるから髪があっちゃこっちゃ。パーマかけたら確かに大変そう。でも今日実習はなくて、毎回の記録はないからおまけページみたいな、円滑とか環境のページ書いてる。はあ大変。なんか実習なかったらもういいやんね。今回のシングル最後のオンライン話し会だったから、美味しい差し入れとかあった？そう、なんか瓶に入ったケーキ6種類ぐらいあったかな、5種類ぐらいあったかな、とお弁当が、牛タン弁当か、うなぎでした。メンバーがサイン書いてる間おしゃべりできるから、そのままガチをしてて。メンバーがサイン書いてる間はおしゃべりできる。あ、しゃべりながら書くってことね。あ、そうなんできるかな、頑張る。ひかちゃんと最後の話し会、あーそっか、そうよね。今日はひかちゃんと朝からずっと一緒にいましたよ。サーノンどっちにしたって。サーノンはうなぎにしました。お代理がうなぎアップしてた。そうそう、それ食べた。そう、それ食べたよ。弁当羨ましいって。イエイ。宮崎が WBC 効果で大盛り上がりだね。そう、 WBC の何キャンプが始まる前は、そう前はっていうか前はそう、1軍の皆さんがね、各チーム1軍の皆さんが行って沖縄に行っちゃってる。もう沖縄に後半から行ってる球団さんもあるんですけど、そうそうそう、それの後にキャンプ、普通にキャンプしてた後に、そうプラスでね WBC の皆さんの、
キャンプが始まったからめっちゃ盛り上がってましたよ。しかも4年に一度とかですよね。うん、メモハモの時とか書いといてくれたよねって、空白っぽい愛で埋めてくれた。ああ、そう、書いた書いた。最初前の人のサイン待ちながら手振ってるのかと思ってびっくりしたって。うん、トモさん、サンをツイッターフォローして嬉しい。インスタもぜひ。サンのインスタ見てきたけど、ほんとビジュアル強くて可愛い。嬉しい、褒めてくれてありがとう。サンと恋人つなぎしよう。しよう。恋人つなぎってちなみにこう？こう？こういうこと？かな。阪神タイガースは沖縄でキャンプして、あ、沖縄なんや。でもほぼほぼ沖縄に今おるかもね。前半は宮崎で、そう。うん。待って、えって何何違う、え待って、え待って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 、え、マジで言ってるって。ちょっと待って待って待って、え、どういうこと。お互いの指と指の間に入れる、指と指の間に、あ、そっち。そ一人でやるなら、いただきますの手を押して指を絡めるとできるよってこと。待ってやばい、私やばいかもしれない。お家帰ったらちょっと配信見れてなかった、ごめん。え、全然いいよ、ありがとう。ちょっと待って待って待って、ちょっとやり直そう。やり直そう。そうなんて面白い人ですね、やめてください。あ、そっちね、そっちね、ごめん。こっちね、こっちもあるね、こっちもあるね、確かに。あ、待って、これじゃ何？待って、待って、恋人つなぎとかすることなくない？そう。あ、こっちね、ごめんなさい。こっちか。こっちね。今日のお話し会のおかげでバイト頑張れたって。苦手なドリンク、ドリンク？あ、苦手なドリンクだったけど耐え切った。お疲れ様。理解した。あ、そっちしかない。あ、これしかないんですか。こっち持ってそれしか。あ、ちょっと待って。ちょっと待って待って待って。タマ。タイム。え、待って待って待って。はい。これ何じゃ。え、待って待って待って。こんなんないっけ。なんかこんなん。え、え、ちょっと待って。こんなんない？なんか。え、待って。なんかないっけ、こんなん。小指だけみたいなのない？え、小指だけないっけ。いや違う、指切りが前やないじゃなくてよ、手つなぐの。えー、こんなんない、おかしいな。こっち、それは指切りがもうみんなに言われるやん。えー、ちょっと待って、これって何。え、これじゃあ何、指切り玄米以外で。え、本気で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 教えてよ、みんな。恋人つなぎと手と手を貝のようにね。めちゃくちゃさ待って、やばい、これ。赤月さんありがとう。でもめっちゃ面白い。恋人つなぎは手と手を貝のように合わせて握る感じだよ。ごめん、なんかみんな難しい、あの説明させてるね。え、ちょっと待って、こんなんあったよね。え、待って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 、絶対
対ある。え、待って待って、絶対あるって。え、こんなんない小指と小指みたいな。え、あれ何じゃん。え、嘘やん。今度の握手会出します。え、待って、もう分かったけどさ、え、ちょっと待って、これ何じゃ。え、ない、こんなの。え、待って待って待って、違う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 、そんなんじゃなくてさ、あさ、これはわかる、あーって思った今。だってする機会ないじゃん。うん、ね、流行ってない流行ってないえローカルじゃないのよ。いや、指切りゲンマー確かにこれやけど、指切りゲンマーなんかなマジでどんな話してんの。え、なんか恋人つなぎをサロマンと握手会でしたいって言ってくださった方がおって、で、あ、これねって言ったの。え、何それみたいな。マジでそれ、マジで言ってんのって言われて、え、どれってなってそう。ログインできなくて作り直したって久しぶりすぎる。お前ね、待って。で、今ね、ちょっと前にさ、あやって方から、そう、あの、来て、でもビギナーやったから、そう、絶対あやちゃんじゃないって思って、でも久しぶりだったら嬉しいなって思っちゃったら、あやちゃんだった。嬉しい。もちろん覚えてるよ。お仕事忙しかった？嬉しすぎ、ありがとう。また作り変えてくれたんや。そう、やっと理解した。そう、小指つなぎ、小指とつなぎ、そうそう。ね、違います、あのローカルじゃないです、こんなの。サナとの握手会が楽しみです、私も。え、ちょっと待って、恋人つなぎも恋人つなぎの一種だった。ほらほら、ナンさん謝ってきて、ほら、みんな謝って、みんな謝ってください。ね、違うんだって、本当に。みんな謝って、サナに。あるみたいです、やっぱあるよね。なんか、え、なんかさ、あるよね、多分、わかんないけど。特殊すぎないですか。え、待って、何これじゃん。うん、知らなかったって。私も知らんけどさ、ちょっと待って、うん、あ、覚えててくれたね。覚えてるに決まってるよ。忙しすぎて胃がやられてたって。元気かい。元気じゃないね。早く会おう。うん、これは大変失礼しました。はい、さなちゃんごめんなさい、疑ってしまった。はい、許します、許します。昔の人は恋人がいるって声に出して言わない時は小指を立ててたって聞いたこと。なんそれ、どういうこと。へえ、そうなんや。え、なんかさ、え、テレビとかこれじゃないっけなんかわかんないけどネックレス似合ってて可愛い。イエイ。でも確かに考えてみたらこれやね。待って、でもさ、待って、え、ちょっと待って、3年前を思い出したら、でもこれやったことないと思う。うん、小指立てると彼女って聞かれるみたいな意味じゃない。どういうこと。あ、こっち、こういうこと。あ、確かにそうじゃない、私はこう待って、ちこういうイメージがあったのか。指切りゲームかな、それなんかもしれんね。まあまあまあ、やっと元気になった。薬が手放せなかったって、はあ、ビギナー辛いね。元気出しに来て、ぜひ。いつでも待ってるわ、あやちゃん。もう最近夜多いから、夜夜勤の時とか、ぜひぜひぜひ。またいっぱい笑おう。みつきちゃんが言ってることと一緒。あ、こういうこと。1000人超えてありがとう。JK そらちゃんの恋人つなぎはええなって。ん？あ、これ JK のつなぎ方ってこと？うん、なんかよくわかんない。まあ、いっか。まあ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 、
種類は豊富なんですよ。そう、確かに。でも言われてみたらこれよね。え、でもさ、ちょっと正直ないこと言っていい？これで繋ぐとしてさ、これ歩きづらくない？きっと。恋人つなぎって難しそう。昔彼女の手を握ったら思いっきり振りほどかれた。いや、それはきっと意味がある。多分恥ずかしいんじゃない？いつもに増しておもろい話だね。全然。こんばんは。制服着て恋人つなぎなんて青春じゃんって。確かに。めっちゃ青春。こんばんは。ともひろさん。こんばんは。したことないからわかりませんって。恋人募集中って。夜ね、OK。明日夜勤を会えるかも。そう、昼してたり夜してたりする。からまあ日によってバラバラやけど、割と夜多い気がするな。久しぶりにサロンの天然話聞けてる。ちょっと待って。タイム。サロンの天然じゃないです。恋人同士でも恋人つなぎ普通にするから、恋人つなぎって何なんだろう。あ、友達同士でも。確か友達同士？でもさ、めっちゃ仲いいさ、友達だったらさ、手つなぐより腕組まん？ヒカちゃんとかとも腕組む。パパノンとか兄ノンと、パパノンとか兄ノンと恋人つなぎはせんくない？手つなぐぐらいやない？ちっちゃい頃とか。腕はガチで組むね。腕組むよね、女の子って。わかる。パッと見嘘。ちょっと教えて。手をつなぐより腕組む派。わかる。めっちゃわかる。友達とかとよく腕組みます。やっぱ最近の女の子は腕組むんかな。手つなぐより楽よね。今日のお話かありがとうって。ありがとう、スヌポンさんのためにもありがとうね。すごい嬉しかった。実習の癖で人と手つなぐ癖ついた。待って、ちっちゃいこと腕組む？手つなぐか。手はつなぐのか。そっか。ちっちゃいことね。そういうことね。今日光るの楽しかった。そう、今日ずっと一緒にいました。裏も腕組み派だな。やっぱ腕組み派ないよ、みんな。今日宮崎にいとこの女の子が、来てくれてるの？手をつなぐより腕組んだ方が距離が近いから。そういうこと？なんか楽やない？なんか。手組んでたらさ、手組んでてもこっちの手使えるやん、別に。この元、じゃあ、なの、パッと見しちゃった。オンライン話会やってるなら教えて。待って、ずっとやっちゃったよ。ちなみに今日ラストだった。でももし次会ったら、次こそ来て。やってたよ。たくさんやってた。私の腕空いてますよ。光ります。ねえ、待って、サノの腕何本あるかみんな知ってる？2本ね。とろけちゃう？溶けていいよ。今日宮崎にいとこの女の子が旅行にいきなり来て。旅行に？女子高生4人？観光運転手させられた。いいやん、めっちゃ。すごい、急に来てくれるのいいね。100？ トゥースって。100もうないのよ。2個。2本。腕組みがやだ。
それはごめんなさい、全然いいよ。忙しかったよね。うん、でも早くお話ししたいから来てね。うん、右にわさっぴさんで左に俺、ちょっと勝手にチョイスするんそれ。恋人つなぎで手を離さないから剥がしと葛藤してた時代が懐かしい。確かに。ああ、そういうこと。ああ、なるほどね。そっか、私まだ3回しか経験ないもんな。そうなんです。宮崎でまた地鶏食べたい。食べて。電車が急停止した時知らな、うん、電車が急停止したと知らなくて女性に腕組まれました。キュンキュンじゃないな、焦るね。行きますって。1時間ぐらい話そうか。1時間ぐらい話そういっぱい話したいことあるね。サノの三つ編みが見たい。三つ編み、三つ編みはいつ最後、最後いつしたっけ。でも何回かしたことあるよ。うん、三角関係はちょっときついね。女の子女の子やったらいいけどね、男の子男の子はちょっときついな。私も次のシングルいつかわかんないけど、絶対にソラノちゃんのお話か行ってみたい。来てね、しまちゃん。編み下ろし本当に可愛い。うん、嬉しい。そう、キスバイエットでやったのが最高かな。うん、三つ編みタイム。三つ編みしません、今。確かに三つ編み最近やってないかも。うん、うんうんうん、浴衣で、あ、した、したした、オレンジの浴衣で三つ編みした。サマーグッズかな。うん、次のシングル出たら絶対サラノのお話か行くね。嬉しい、赤月さん。そうね、最近見つけてくださった方とかはオンラインの、あの申し込み期間過ぎちゃったりしてね、会えんやったりしたから、ぜひぜひ、もし次回あったら来てください。30まで7分ぐらいしか話せない。そうだっけ、そうだっけ。いや、もっと話せるんやない、わかんないけど。宮崎生活楽しすぎて、うん、本当に離れたくない。嬉しい、好きになってくれて。2月22日って、あ、もうすぐだ。今月宮崎旅行やったやけど、行けなくなったん？待って、ショック。え、じゃあまだ、まだ行けてないってことね、一回も。私前に行きますって、来てね。時期はあるけど勇気がない。勇気ある、勇気ある、私があるから来て。うん、次のシングルはいつ発売ですか。明日です。嘘です。そろそろワンショットなりツーショットなりサインなりなんか欲しい。確かに、確かに、確かに、どれもまだよね。うん、あ、そういうこと。1回に30枚しか出せんよってことね。そういうことね。2回に分けんとそれ以降無理よってことね。確かに、全然いいよ。うん、分けてくれても。そういうことか。アルバム？写真？あ、生写真かな。握手会やったら300枚で1時間。めっちゃ面白い。
分けるかをまとめるか悩んだ握手会懐かしい。やっぱ悩むのもえないやん。まだなのよって。てかいつの間にバイクの免許取っ、そうバイクの免許取っちゃった。そうだよね、そうだよ。あやちゃんがあのこの間に私はバイクの免許取ったんよ。そう、一つまた成長した。うん、あやちゃんもぜひバイク次たくさん買うと抽選当たんない気がするんで、次は何何何何何減らそうか悩み中。増やしてください増やした当たるよ。うんなんか昔アルバムを買うと抽選で当たったら絶対ツーショット撮る。え、ツーショット撮れるん？めっちゃいいね。自撮りじゃなくてスタッフさん撮るやついいと思う。でもうん、あ、会場で？会場でってこと？10枚買います。次は嬉しい。なんでバイクの免許取ったのって。バイクはね、あのね、めっちゃ憧れあって、そう、めっちゃ理由あるけど、まあ、一つはすごい憧れてたから。なんか車の免許取りに行った時にさ、女の子がバイクの教習受けちゃってめっちゃかっこよくて、女の子が乗ってるの、それで憧れたっていうのが一つと、あとは宮崎県はなんかさ、走りやすい場所っていうか、なんか走ったら心地よさそうなルートがいっぱいあるから、そう、海岸沿いとか、そう、あの風なびかせて走ってみたいっていうのがあった。そう、いくつかあるね。そう、あとギャップ、うん、そうそう、なんか AKB のメンバーの中でもね、現役メンバーで持ってる子いないんですよ。そう、だから取った。サーノンの古刹、古刹古悪かな、ないかなってあるといいな。あ、風、あ、待って待って待って、髪をなびかせる風じゃない、ごめんなさい、風に髪をなびかせる、ごめん間違った、ありがとう。ちゃんと聞いてんね、みんな。なんかみんな意外とちゃんと聞いてくれてるんですね、私の話。いつか参加しようかな、次参加しよう。今日ぐらいの長さはお手紙向きかなって思った。確かにお手紙向いてるわ。一回に長く話して次どうしようって、楽しみ。サーノン撮影いいね、撮ってよ、うまく。お疲れ様、んごーん。エビの高原ね、めっちゃいいよね。撮ってからバイク乗ったの、いや、それがさ、あの真冬に撮ったんよ。そう、真冬に撮ったから寒すぎて乗れてないから、あったかくなるの今待ってる。うん、そう、レンタルしていろいろ乗りたいの。次の話し会も手紙書いて読むね、ありがとう。みんな聞いてるというか、サーモンがパッと見すぎてちょっと待って、みんなめちゃ真剣に話聞いてることがよくわかった、さっき。うん、ありがとう。なんかさ、話したいことは頭にあるんやけど、うん、いざ話すってなると言葉出てこないのよね、恥ずかしくて。そんなもんだよ。うん、ポーズは文以外でお願いします。撮影ですか？それはなんかあれよ、みんながリクエストしてくれんとね。後ろ乗せて、ちょっと待って、後ろはね、1年乗んないと、そう、あれなの、乗せれん。怖くない？普通に。うん、やっぱりソラノちゃんのファンクラブ作ってほしいな。作りたいよね。コメントどんなん読まれるかとかいろいろ考えたらねって、てるんやね、みんな。サウナ大丈夫っしょって。いや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 、だって丸腰よ。うん、車やったらさいいかもやけど、
バイク怖い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 、人乗せるのは怖い、一人でも怖いのにね。うん、オンラインは時間を気にしてしまって話しきれません。大丈夫です、夢中になってれば楽しいです。とりあえずもう会いたいから次のシングル早ってちゃんとお話できる予定がもうないのも確かに。お話し会って本当にモチベよね、お互いに。バイクでさーちゃんが右に傾くのに左に傾く、最悪。それなんかさ、なんかさ、それね、何、学科、学科の授業でねあったよ。なんかこれは罰ですみたいな、あの運転手がこっちに行ってんのに後ろに乗ってる人がこっちに行ってたらダメですみたいな、一緒の方向に行きましょうっていうね。うん、リアカーってのモチベでしかないって、今日なんてカチコチ頑張って、あ、かっこいいカチコチって思った、過去一だった、過去一頑張って申し込んだの本当にモチベしかなかったって、嬉しい、ありがとうね、本当に楽しかった。宇宙にしがみついてたり、そう、そういうこと。でもそろそろ寒いけど、サラマちゃんのバイク乗んないと、うん、ブランクが出ちゃう。そうなんよ、そうそう、焦ってますよ私きっと、け、待って、きっとじゃない、結構、うん、ちょっと無理ってごめん、カチコチじゃなかった、全然カコイチだったうんって思いながら、カチコチ頑張っててなんやろうって思いながら読んだ、自分が間違ってました、ごめんなさい。カコイチ、カコイチ、カコイチ、カチコチに、めっちゃ似てる、うん笑いすぎて涙出てきた、ごめん、泣かせた、今日泣かせてくれたからお返しだね、うん、カチコチシール、あ、懐かしい、ね、やっぱりそらちゃん天然疑惑とかやらないでください、天然じゃないので。読み間違い最強、全然最強じゃない。やす1983さん、タコさん、ありがとう。ある意味お返しだね、お返しできた、自然と。あと5分で1時間、めっちゃ早くない？早いね、嘘や、ほんと？ほんとに？早いね、終わるね、じゃあ、あと5分で。ムチギャグ多いね、全然多くないよ3 あーもうやばい、眠気マジで冷めた、寒気マジで冷めたって言おうとしたあー、ありがとう、あと本当に5分だね。笑いを提供してくれてありがとう、待って、笑い提供したつもりないので、ありがとう、笑ってくれてうさちゃんハーレーレンタルしてね、大型持ってないです、ブンブン。今帰ってきた、早い、今日は浮気してたもんね。サーノはバイクのオートレースして知ってる、寒気冷めたもん、やばいねえ、読んでないから、うんし、うん、眠気ね、眠気、うん、サーノも眠かったけど眠いよまだやっぱり眠気覚めたって思って言おうとしたけど、サーノは眠いです。ああ、なになに、モト GP、 モト GP、 モト GP なんだありがとう、なんかこんな私を好きって言ってくれてありがとうございます眠気が覚めて、そらちゃんのパッと見で寒気がやめてください
寝れる時にしっかり寝ておきましょう。でも今日ね、飛行機でも寝たんですよね、結構、うん、そう、この前明けで、うん、そのまま静岡行ったら帰り眠気やばすぎたって。いや待って、明けでそのまま静岡はきついって。運転よね、きっと。ゆっくり寝てね。うん、え、ちなみに今は夜勤？夜勤か夜勤って何夜勤か、夜勤カチコチはほんまにいや本気で悩んだ。カチコチって何って思って、うん、あ、MotoGP は MotoGP で合ってるんかな、世界バイクレース、へーすごい。運転よね、そうだよね。今日は仕事終わってる。あ、よかった。じゃあお家？ちなみに小さい時からヒール靴のことカチコチって言ってたよって。カツカツ？カツカツじゃない？カツカツやない？カツカツ。うん。カツカツ。うん。なら聞いたことある。うん。お風呂入って布団の中。よかった。え、なんで気づいてくれたん？今日の配信じゃ。嬉しい、なんか。めちゃくちゃ嬉しい。たまたま開いたらとか？あ、違うかな。通知がいった？ちゃんと。嬉しい、めっちゃ嬉しい。ありがとうね。疲れてる時に。お金がカツカツ。え、お金がカツカツ？お金カツカツとか言っけ？お金がカツカツ。うん、難しいね。カツカツ。あ、カツカツっていう？ユッケ、あ、1時間ありがとう。じゃあランキング見ます。最近通知来てやってるって思って開いたらログアウトさ、うん、どういうこと？あ、やってると思ったら、ね、開いたらログアウトされて、なんで？なんかでもそういうのあるよね、ショールーム。うん、でもよかった通知。あ、待って、最近通知来なくて、来ないって思ってってことね。よかった、今日開いてくれて。え、お金がカチコチは言わん、言わんけどさ、カツカツ？髪の毛切ったの気づきました、気づいたそうだ、もうなんかもうそれどころじゃなかったね今日。とんかつ2枚でカツカツ違うノン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 、違うよそれは。あ、もう終わると終わっちゃう、ありがとうね。カツ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 。そうですか、まあいいとしましょう。皆さん、めちゃくちゃ思った以上に泣いて汗と、そう、なんかさ、いや泣かんように頑張ろうって思って、次もあるし、そう泣かんように頑張ろうって思ってめっちゃこらえてたら、もう最後に涙腺も崩壊してブワーだったよね、本当に泣いちゃった。サーノン配信してるのかなって見たらしてたから登録したの。嬉しい、じゃあめっちゃいいタイミングやったっちゃね、よかった。さあちゃん簡単に泣く、うん、うん、めちゃくちゃ手紙の最後で泣いたね。そう、え、そう、味方だよあたりめっちゃやばかった、本当になんかそういう言葉弱いですね。うん、え、本気でめっちゃ我慢しててもう涙ここやったんやけど、やっぱ最後ボーンって出てきた、バーってなっちゃったよね。さ
さすがだ、あやちゃんやっぱ分かってるね、私がしてる時間。ナイス。じゃあこれから会いに来れるね。通知来るよね。だって言葉選び最強すぎた。え、もうやばかった。うん、本気でやばかった。ありがとうね。うん、私の時も泣いちゃった。そうそうそう、みんなありがとう。よし、ランキング見ますよ皆さん。13位は光一さん、12位は翔太さん、11位は篠田ラットマーク、サラノお姫大好き、今日はお話しありがとう、こちらこそありがとう。10位は秋風さん、9位はいちごミルクさん、8位はナットマーク、サラノお姫かわいい、7位は宗志さん、6位はハブさん、5位はボスメタルさん、ボスメタルさん、4位はワサッピさん、3位はあかつきさん、2位はヤス1983さん、1位はカズトさんでした。ありがとうございます。サーノを泣かせる力を身につけたいって、身につけてください。多分ワサッピさんには笑わせる力しか、うん、なさそうですけど。ハート赤にしたから来るだよね、来てね。え、そう、ブーツは 23.5 だったんですかね。ね、本当に。よし、じゃあじゃんけんしましょう。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんブン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 、塗りたい早く。みんなありがとう、ブンブン。ハーバイク乗りたい。みんなありがとう、今日も見てくれて。それでは今日も暖かくしておやすみください。おやすみなさい、バイバイ。みんな、え、新しいバージョンでそう、バイクの免許取っちゃったからね。そう、あやちゃん私についてきてね、ちゃんと出てきてね。全然変わってないから中身。うん、この通り。おやすみなさーい。バイバイみんな。ありがとう。バイバイ。また会おうね。